キューピー3分クッキング、皆様こんにちは。今日はお肉を少なめにしてかぼちゃとひじきで作るメンチカツです。栄養満点、ほんのり甘くて女性好みの味です。お試しください。ではかぼちゃ見ていただきましょう。今日はかぼちゃを皮をちょっと薄く剥きまして電子レンジにかけました。火を通しました。350g のものをお酒大さじ1杯振って、そうですね、電子レンジ強にかけました、はい、これを温かいうちに潰します、はい、そしてマッシュにするわけですね、うん、はい、でこれを冷まして使います、はい、お肉と合わせるわけです。甘いいい香りですね。そうですね、あのかぼちゃが夏に入ってもやっぱりだんだん甘くなって美味しくなってきました、うん、こんなところでしょうか、はい、ね、今日はそれが味わえるメンチカツですね、はい、そうですね。さてひじきです、はいはい、乾燥芽ひじき 10g、ね、意外な取り合わせでしょうかね、はい、でもなかなか合うんですよ。でお湯をたっぷり入れます。だいたいひじきがもう8倍ぐらいに増えますので、うん、たっぷり入れて10分ぐらい置いてください、はい、それがこちら、こちらですね、はい、十分に戻っています。茹でたのと同じような感じになりますでしょ、熱湯につけたらね、はい、さあこれをお汁を軽く切りまして、そしてお醤油で下味をつけます。大さじ1杯、はい、そうするとさっと下にしたような感覚でね、入れることができます、はい、今日は下ごしらえに火を使わなくて済むんですね。そうですね。さあでは合わせていきます。肉は合いびき肉です。冷たくしてありますが、はい、かぼちゃの方もあの冷ましておきますね。合いびき肉 200g、はい、かぼちゃが 350g ですので、はい、こちらの方が量が多いんですね、はい、それからひじきです。これはもうあの漬け汁ごとって少しね水が出ましたらそれごと、それから卵です、はい、2分の1個分溶き卵です。お塩です。塩小さじ3分の1杯、はい、そしてトマトケチャップで少し甘みを足します。大さじ1杯、はい、さあそうしましたらここは手ですね、はい、はい、優しく混ぜながら全体を滑らかに混ぜ合わせます。この時にですね、はい、かぼちゃのホクホク度で硬かったりする時があります、で揚げた時にどちらかというと柔らかい方が食べて美味しいんですね、はい、ですから牛乳をちょっと加えたりお水をちょっと加えたりして、握りやすい硬さ、ひび割れができるような硬さにしないで、はいはい、よく、ひび割れのないように。そうですね、はい、さあ、はい、今日はどうでしょうか。少し水足しましょう、はい、はい、こんな感じ。大さじ1杯今入りましたよ、うん、かなり滑らかに柔らかくした方がいいんですね、はい、そうですね、その方が揚げて食べた時にやっぱり美味しいんです、はい、さあこれをだいたい8つに分けましてですね、はい、はい、手に少し油を塗りますね、はい、そして一つ分取りますね。最初空気抜きをちゃんとね、はい、メンチカツですから、それから丸めて潰す形です、はい、はい、さあ衣を作ります。作ります、はい、先ほどの溶き卵の残り2分の1個を使います。そうですね、はい、ではお水です、はい、水、小麦粉大さじ2杯、小麦粉大さじ2杯半。ここはよく混ぜてね、滑らかにしてくださいね、はい、ちょっと粉気がなくなるまでですね。そうですね、よく混ぜます、はい、さではこれに絡ませて、そしてパン粉をつけますね、はい、今日は生パン粉なんですね。そうですね、はい、ではかぶせてサクサクっとした揚がりになりますので、はい、今日は生パン粉を使っています。で一度でなくて2回ぐらいに分けて、さらにこうかぶせるようにしてしっかりつけてください、はい、ですぐね油にで入れますとパン粉が散って油が汚れますので、しばらくちょっとこう置いてください、はい、ね、少し馴染ませてから揚げていきます、はい、さあ
こちらにも上がっていますが、先生、油の温度は何度で上げていきますか？170度で 4,5 分かけてゆっくり上げてください。はい、まだちょっと顔が出てませんので、そうですね、はい、もう少しでしょうか。もう少しでしょうかね。はい、もうパン粉のサクサク感とね、はい、でかぼちゃはもうカロテンが多いでしょ、それからひじきは食物繊維もありますし、あのミネラル豊富、カルシウムなどもありますしね、この組み合わせはとてもいいと思います。栄養満点のメンチカツなんですね。そうですね、はい、本当にお肉はこう味出しというか、あのつなぎと言ってもいいくらいですね。あのかぼちゃとひじきをつないでくれる、ちょうどそういう感じで使っていただくといいかと思います。だいぶでも先生ぷっくらと膨らんできましたね。そうです、上がってくるとね、真ん中がプーッと膨れてとても可愛くなります。はい、さあ色もきつね色になりました。はい、ではそろそろよろしいでしょうか。はい、かぼちゃの甘みを味わえるメンチカツなんですね。中を柔らかく仕上げていますので、やはりこうパン粉がサクサクっとそうですね、するといいですね。はい、いいですね。あ、もうあのかぼちゃの甘い香りが漂ってきますね。はい、やはりこう火に通すと、そうです、一層甘くなりますね。そうですね。はい、では盛り付けましょう。盛り付けましょう。まず今日は1人2個いただけます。いただきます。マスタードをねつけてお召し上がりくださいね。はい、はい、さあ中を割ってみたいですね。はい、ではちょっと今揚げたてですが、そうですね、柔らかい種がどうなってるでしょう。はい、かぼちゃとひじきがもうメインですものね。はい、あ、黄色が見えてきて、ほらホクホクのとこ見えますでしょうか。はい、では材料です。かぼちゃ 350g、 酒大さじ1杯振って電子レンジ強で5分半から6分ラップをして酒蒸しにしました。芽ひじき乾燥のもの 10g はたっぷりの熱湯で戻します。その後水気を切って醤油大さじ1杯です。合いびき肉 200g、 溶き卵1/2個分、塩小さじ1/3杯、トマトケチャップ大さじ1杯です。衣は溶き卵1/2個分、水大さじ2杯、小麦粉大さじ2杯半よく混ぜます。生パン粉が馴染んだら170度の油で揚げてください。かぼちゃとひじきのメンチです。